今日ね、出てましたか。今日出てました。460。まだ朝は食べさせないんで。食べさせないですか、うん、468。全体的にうちの形が小さいのでちょっと細いですね。あ、ちょっと。ちょっと落ちた。何今日湯がくの？飲めない。でも赤身は引いてきたんだけどね。引いてきてはいるんですよね。この晴れ、赤身と晴れが。うん、ちょっと冷えてきてるような気がするんだけど、でね、治りかけだから痒いから、うん、それもあるかもしれないですね。もうそこまでかかんでもいいのにね、くらいここまでやっと治ってきたんだけどね。そこまでかかないで。それかごめんなさいね、セラミックチンレボリューションつけるって言ってて、私昨日つけんかったんですね。今日つけれると分かってたので今日ですね、ごめんなさい。まあ1日ぐらいずれてもその問題はない薬はあるんで。はい、はい、お腹ね。はい、まあ今日は点滴はしませんので、昨日したから。はい、わかりました。だからしないで治療してきますんでね。はい、じゃあちょっとスーパーライト当ててもらっていいですか。で途中でまた他の目薬です。うん、昨日は夜は1回はしてましたね。うん、まあじゃあちょっと少なかったですか。そうですね。トランクリーンがバクテンまでやったんだから、ステロットと。下げたんですよ、ご飯食べさせた後。何時間ぐらい？2時間ぐらい。2時間ぐらい。やっぱ最初寝てたんですけど、ご飯食べた時。でもなんか、夜中のちょっと寸前に、あれっていう様子はしてました、一瞬。あ、気がついてました。一瞬、あれって言って、探してましたもん。あ、ほんと？うん。そう、ちょっとね、まあ2時間じゃ気が冗談にはならないんだけど、ね、まあでも そういう、風になった方がいいんですよね、うん、ちょっとだけね。なかなかこの子難しいね、本当に申し訳ないけど、すごい長くかかっちゃってて本当に申し訳ないんだけど、なかなか難しい、この子なんか出るとだって本当治んないもんね、鼻炎にしても。そうですね、全然治らないね、玄関腱炎にしても。こんな長くかからないですよ、鼻炎も関係。それは不正交互による鼻炎とかね、目の病気はね、それは治んない。でもこんなまだ若いしさ、不正交互にはなってないからさ。よし、ね、こっち先に行くか。どうぞ。でも食べないからね、これはね。はい、どうぞ。じゃダメなんでね。はい、ごめんね。足裏見してくれる？こんでもあんま足裏は、足裏は案外赤くないんだよ。うちはあれ、なんか
樹脂マット。樹脂マットを引いてるんで。樹脂マット。はい、うさぎちゃんとかの、マットです。あの普通金網じゃないですか、はい、あれの上に引くあの樹脂製のマットがあるんですよ。あ、なるほど。それを引いてあの、まあ、プラスチックなんですけど、ただその金属マットっていうんですかね、でそういうのを引いてるんで、今度ちょっと写真か動画見せてください。樹脂マット、はい、分かりました。かじんないんですよ。かじられない、絶対かじられないです。プラスチックなんで。で、おしっこしても、いや、プラスチックでもね、かじる子はかじる、かじりますよね。でも、おしっこしてもね、あの、拭けばいいですから、うん、あ、割とじゃあ、手入れが楽なんですね。うん、わかりました。何をこたらちょっと、痛い、痛かったね。はい、じゃあ、気にします。はい、20分、はい、じゃあ、ここに乗っけてもらって、はい、じゃあこちらはね、また必ずお願いします。はい、